三宮駅は、兵庫県神戸市中央区布引町4丁目にある、西日本旅客鉄道東海道本線の駅である。駅番号は、JRA61。JR 神戸線の愛称区間に含まれている。JR 西日本の兵庫県内の駅の中では、最大の利用者数を誇る。三宮駅及び神戸三宮駅が隣接する。神戸市の都心。 繁華街である三宮に位置しており、神戸を代表するターミナル駅である。私鉄、地下鉄、新交通の各線の三宮駅と接続する交通の要衝となっており、兵庫県内で最も利用客が多い。1874年、国内2番目の鉄道路線である大阪駅神戸駅間の開通と同時に開業した。当駅が立地する地域の正式名称は、 当駅名とは異なり、三宮とのが入らない。名目上の神戸市の代表駅や、特定特市内制度の神戸市内中心駅は、東海道本線と山陽本線の境界駅である、神戸駅であるが、当駅は繁華街の中心部に位置し、複数の私鉄や地下鉄との乗り換え駅であることから実質的な、神戸の玄関口とも言われている。また、 新幹線の営業キロ計算においても新神戸駅は神戸駅と同じ扱いになっている。しかし、各社高速バスの神戸におけるバスターミナルも神戸駅前ではなく東駅前にあり、特急を含む全列車が停車する東駅に対して、有通勤時間帯を除くスーパーハクトとサンライズセト、出雲は神戸駅に停車しない。 1970年の新快速登場時には、東駅は停車駅であったが、神戸駅は通過していた。さらには、JR 西日本各駅構内の方面案内でも、三ノ姫路方面というように、神戸駅よりも東駅の扱いが優先されている。所属路線は、東海道本線のみで、ホームも二面四線と、コンパクトな駅である。 分岐器や絶対信号機を持たないため、停留所に分類されている。つまり折り返し、対比設備がないため通常は当駅発着の電車は設定されていない。ただし、神戸ルミナリエ、港神戸海上花火大会の開催時などの多客時やダイヤが乱れた場合は当駅を始発とする、電車が運転されることがある。当駅は、駅長が配置された、 直営駅であり、管理駅として、六甲堂駅など駅間の各駅と元町駅、新神戸駅を管轄している。アーバンネットワークエリアに属しており、移行か利用可能駅である。各路線の駅の位置関係等駅は、下記の路線との乗り換えが可能となっている。神戸市内における、山陽新幹線の駅として新神戸駅がある。新神戸駅は、 新幹線単独駅であり、在来線に直接乗り換えることができない。そのため、特例で当駅が乗り換え最寄り駅とされており、神戸市内発着の乗車券により、当駅で途中下車後、新神戸駅へ再入場することが可能である。ただし、当駅から新神戸駅への移動費用は現金、または、移行カピタパなど、交通系、 IC カードのチャージ残額で別途支払う必要がある。1874年、大阪駅神戸駅間の開通と同時に開業した。かつての中心市街地は、現在よりも西の兵庫港付近であり、日米修好通商条約により1868年に開港した神戸村の港と挟まれた港側手前の位置に神戸駅が開業した。一方、 開港と同時に、市街地より東に離れた場所に設置された、神戸外国人居留地付近も、発展とともに、市街地が形成されつつあることから、居留地付近にも、駅を作ることとなり、現在地より、西寄りの現、元町駅の位置に当駅が開業した。1899年に居留地が返還された後も、日本の商社や銀行が多く進出する。 ビジネス街として発展し、阪神電気鉄道が1905年に、現、三宮駅付近にターミナル駅を設けたことなどにより、中心市街地は東へ移り変わっていた。昭和に入ると、神戸市の都市計画に絡み、市街を分断する形になっていた、鉄道商船を地下線とする案が、市から出された。鉄道省は、費用の問題もあり、高果化することとなったが、 市の都市計画の一環で、現、三宮駅付近に、新たな町を形成する指針が示されており、1931年、高架化とともに現在地に移転開業した。なお、移転元の位置には1934年に西岸を受けて、元町駅が開業している。1945年の神戸大空襲で、旧市街地が甚大な影響を受けたことや、 1957年、神戸市庁舎が、急距離打ち東側に完成したことなどにより、兵庫駅でも神戸駅でもなく、三宮駅が、中心市街地となった。駅名は、開業当時の駅一近くにあった三宮神社が、由来である。地名や、他の交通機関の駅名などはすべて、三宮であるのに対し、JR のみ、三宮と、のの文字を含んでいるのは、 開業が最も早く、駅創設時からあえて、NO、のをつけることによって、地名の読み違いをさせないよう配慮していた名残であると考えられている。三宮という駅名は、今では JR と他交通機関の駅名を区別するのに、役立っているに開業した西宮駅は、市の長年の要望もあって2007年3月18日、桜宿川駅の開業と同時に、NO、のを省いた。 西宮駅に解消された。駅名については、駅名解消構想の項も参照のこと。長らくプラットホーム上やは8両編成分のみ、設置されていた他ホームの傘上げもなされていない状態が続き、新快速が平日ラッシュ時や土曜、休日に12両編成での運転を開始して、以降も大阪側の4両編成分には屋根がないほか ホームと車両の床面が揃わず水平ではなかった。この部分は2005年3月1日のバリアフリー加工時間制と同時に整備されたが、それ以降もさらに大阪側の部分には上屋が設置されていない。また2007年4月1日にホームの電光掲示板が高輝度のものに、2010年8月18日には改札口の電光掲示板が高気度のものに、 交換された。駅設備については、リニューアル構想の項も参照のこと。かつては、東京駅始発、終着の客車寝台列車が停車していたが、2005年3月1日のダイヤ改正をもって、最後の停車列車であった九州方面の特急、富士が、通過となったことにより、同種の列車の停車はなくなった。なお、ダイヤ改正前日時点における下り、 富士の次の停車駅は、山口県の新山口駅であった。なお、客車ではなく、電車寝台列車については、現在でもサンライズ瀬戸、サンライズ出雲の東京行き上り列車のみ停車している。三宮駅周辺の空中写真国土、交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成三宮 ターミナルビル構内東西方向に伸びる島式ホーム2面4線を持つ高架駅。フラワーロードをまたぐ形でホームがある。1.4番乗り場は15両編成対応で、2.3番乗り場は12両編成対応になっている。改札口は西口、中央口、東口があり、中央口と東口の改札内は駅中央でつながっている。 西口コンコースは、阪急神戸三宮駅の東改札口と、改札街で直結している。西口高架下には、JR 西日本アーバン開発運営の、プリコ三宮がある。2018年3月まで、駅南側に、地上11階、地下2階建ての三宮ターミナルビルがあり、三宮ターミナルホテルや、三宮オーパなどが入居していた。 このビルは1972年より、市から国鉄に対し、駅ビルを建設してほしいとの要望書を提出していたことを受け、1981年3月、神戸ポートアイランド博覧会の開催や、神戸新交通ポートアイランド線の開業に伴い、開業された。開業とともに、地下駐車場やタクシー乗り場が新設された。当駅ビルのデザイン案として、当初は、 イギリスのリバーティ百貨店を模した、異人館風のデザインも検討されていた。2018年3月、耐震会収束新法の改正を受け、三宮ターミナルビルの耐震性能が不足していることが判明したため、閉業した。現在解体工事が行われているが、新駅ビルの計画は現時点で、まだ発表されていない。同地区は、神戸市の都心、 三ノ宮の再整備プロジェクトの中心とされており、これまで市、鉄道各社、有権者を交えた再開発の検討が行われている。市が発表した神戸三ノ宮駅町空間基本計画では、三ノ宮クロススクエアとして、三ノ宮駅周辺のフラワーロード、中央幹線への一般車両乗り入れをなくし歩行者、専用空間に改造するとされており、新駅ビルも、 同構想を前提とした建て替えが検討されている。2011年1月、神戸の玄関口である、東駅リニューアルと三宮ターミナルビルの建て替えを JR 西日本が検討していると報じられた。同リニューアルは、近年、近隣の主要ターミナル駅においては、京都駅ビルの開業や大幅な増築がなされた、大阪駅などの大規模なリニューアルが相次いでいることを背景に、 神戸市側から JR に検討を要請しているものである。その後、自動改札機やトイレの新設、店舗の改良、校内レイアウトの変更など駅コンコースの改良工事が2011年4月より2012年度末を後期予定として実施する。と発表され、途中駅中ショッピングゾーンの開業など、追加工事も含め2014年5月に、 校内改良工事が完了した。その後2016年には校内耐震工事と合わせて微層化工事が2018年3月まで行われた。一方、新駅ビルに関しては2013年に JR 西日本が三宮ターミナルビルを高さ160メートル前後の超高層複合ビルに建て替える方針を固め2021年度の 完成を目指すとの報道がなされたが、その後、同年3月の JR 西日本の中期、経営計画には、三宮駅の開発の検討とされ、具体的な計画は発表されなかった。2013年11月より、JR 西日本ホテル開発により、南側駅前広場で温泉掘削工事が開始され、2015年8月上旬に、 深さ数千メートルの岩盤で温泉が湧き出ていることを確認している。温泉の用途は不明であるが、新駅ビル内に活用されることが期待されている。2016年5月の JR 西日本来島、達夫新社長就任時の記者会見では、三宮駅ビル早期具体化に意欲を示し、中期経営計画期間である残り2年で地元と補調を合わせ、 S, s 型を出せればと述べている。また、リニューアルや建て替えに合わせて、現在の東口よりさらに東側、現在の新規バス神戸三宮バスターミナルの位置に、新たな東口を設置する、用紙から請願書が送られている。2015年秋に、神戸市が三宮駅周辺の一体的空間づくりが、望ましいとの判断から、先行して解消した阪急 阪神と同じ、神戸三宮への解消の要望を、JR 西日本に申し入れた。なお、解消がなされる場合は、神戸市営地下鉄の駅名も統一する考えであるとしている。ただし、神戸駅との混同が考えられることなどから、JR 西日本側からの動きは、今のところない。日中時間帯は1時間に16本停車する。朝席時間帯は、 本数が多くなる。2020年度の1日平均乗車人員は9万1978人である。JR 西日本の駅では第5位であり、兵庫県の JR 駅では最多である。近年の1日平均乗車人員は、下表の通りである。当駅周辺は、神戸市最大の繁華街、ビジネス街となっている。特急列車については、各列車記事を参照。 ありがとうございます。